フレットシュナイダー第17弾皆さんこんにちは、シロックスです。トトロです。今日はブレットシュナイダー17段目です。前回1回宙返りで1回ひねるだけっていうそこの前半部分の練習をしたんで、まあそれを今日はやっていくでいいからいきます。はい、そこがやっぱ大事そうなんで、そこをやって、まあ、ブレットシュナイダーいけそうだったら行ってやっていきましょう。はい、今年あと2回です。頑張っていきましょう。はい、それではやっていきます。よし、チャンネル登録お願いします。僕からも。よし、準備できましたので1本目アップしていきたいと思います。ブーシャース、うんぼどうでござすか。俺いつもこうやっちゃうからさ、うん、こうなるべくこう角度をこうつけないように話すっていうのを、うん、今意識しただけ、うん、で次はちょっと宙返り降りするわ。一回ひねりのやつ。オッケー。おーおーおい、いいね、いいこれで2回とか。あ、俺次やろうとしたいな。マジ。まあでもいいんじゃね。これで腹打ちまでが分かれば、うん、見てんのかな。見てますか、できる人。よし、おー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 ぽいぽいぽいねぽいねぽい、うん、よしよし、ここは大丈夫そう。うんうん、いや、いいんじゃないか。確か、次。はい、じゃあ次、一回中一回ひねりして鉄棒の上に立つっていう練習をしていきたいと思います。です。やばい、怖い、怖い、怖そう。なんかなってないよ。いや、なってない、まだ。見る、見よ、今のは。これ一回車輪から宙返り降りした方がいい。一回ひねる。あ、それやろう。わぁ、おぉ、ひねりにくい、これひねりにくそうだ。もう一回やるわ。左手上げてみてよ。離した瞬間にグッ、うん、やってみよう。はい、わぁ、ひねりやすいけど曲がったい。ちょい丸まりぐらいかな。でもなんかギュン感はあったけど。確かに。よし、しっかり。はい。わあ。こうなっちゃうな。これやらないと、うん、こうなる。ああ、なんかグワングワンする感じね。じゃあもう一回。いや、左手上げるワンチャンありだな。マジ、うん、じゃあ次パッとお願いします。はい、よし、じゃあ次左手を上げる、意識する、それだけ。いってきます。もうちょっと超えたいね。こうなるとね。逆にまあ宙返りやった後だからね、しょうがないけど。あとは腰がどうかじゃん、見てみて。いや、はい、腰はどうなんだ。全然曲がってない。うん、もう一回やりましょう。はいはい、もう一回同じようなことしていきます。おお、腰曲がってないんじゃん。うん、いいよ、マジでいいよ。本当に軽くこれやるわ。ああ、車輪をブレットの時っぽく
こうリズム掴んで、それでやるわ、夏やつ、うん、それで今日は終わりにしましょう。はい、次はちょっと跳ねて小鉢系の車輪っぽいのからまた鉄棒の上に立つっていうのをやっていきたいと思います。いきます。よっしゃ、めっちゃいいんじゃん。もうこの速さでできたらすごいんじゃん、うん、すごいよ。でもちょっと腰の意識もなんかパッパラファーだった気もする。あ、なんか意識してなかった気もする。あ、終わってみて思った。あ、わかるわそれ。見よう見ようか。はい、あ、でもうんうん、いいんじゃん。こんなひねり早くできるんだね。ね、あんなに悩んでた部分がね、いいんじゃないでしょうか。はい、肩の角度もついてないもんね、ほとんど、うん、で、腰も曲がってないもんね、うん、OK でしょう。はい、じゃあ、残るはあと1回。マジで良くなったと思うんで、次の撮影に期待ですね。はい、正真正銘最終章。うん、次が、うん、長かったね。でも早かったよね、なんか早いよ。うん、だって何年前から始めてんの2年前ぐらい、まだ今日17回しか練習してないんでしょ。そうだね、言うたら、うんうん、毎日週5やって1ヶ月間か、うん、分を2年くらいかけてやってるの。マジクソすーく引き伸ばしてうっす。でもいいんじゃないでしょうか。はい、来週に乞うご期待。バイバイ、チャーザ。この動画も見てね、イベントとか練習にも呼んでね。